最初はこちらだぜ。日本で F1 の聖地といえば鈴鹿サーキットだが、世界でどんな評価を受けているか知っているか？評価は高いと思うけど、ヨーロッパにも有名なサーキットがたくさんあるから、どの位置にいるのかしら？実は、鈴鹿サーキットは世界一と呼び声高いんだぜ。じゃあ今回は、世界最高と言われる、鈴鹿サーキットについて紹介していくぜ。最高難度のサーキット。まずは、鈴鹿サーキットについて簡単におさらいするぜ。助かるわ。鈴鹿サーキットは1962年に完成した、日本初の全舗装による本格的な国際サーキットだぜ。あら、意外と古いのね。全長5807メートルで日本最長。ストレート、タイトコーナー、中速コーナー、高速コーナーと様々なタイプのコーナーがあるぞ。バラエティに富んでいるわね。そうだぜ。屈指のテクニカルコースだぜ。フルコースの他にダンロップコーナー立ち上がりでターンして、ホームストレートに戻ってくる東コース。バックストレッチにピット施設を設けた西コースに分かれ、カテゴリーによって使い分けされているんだぜ。そんな使い方もできるなんて知らなかったわ。デブナーカーブの南にはジムカーナや、カートが行われる南コースがあるぜ。さらに、遊園地、プール、宿泊施設も充実していて、一大レジャーランドなんだぜ。だから、サーキットなのに観覧車があるのね。そうなんだぜ。サーキットに話を戻すぜ。ホームストレートは、全長800メートルだ。1コーナーに向けて 2.8% の下り勾配なんだぜ。そうなの？テレビで見てたらわからないわね。スタート時にブレーキを離すと、車が動き出してしまうくらいの下り坂だぞ。マシンが1コーナーに飛び込んでいく姿は興奮するぜ。ブレーキ合戦ね。違うぜ。え？ F1 では、鈴鹿の1コーナーは減速せずに走り抜け、2コーナーに向かって減速するんだ。難しそうね。まだまだ、こんなもんじゃないんだぜ。2コーナーを抜けると、F1 ドライバーたちが口を揃えて絶賛する S 字コーナーだぜ。聞いたことのある名前のコーナーね。左右左と、若干の勾配をアクセル全開で駆け上がっていくぜ。忙しいわね。ここをリズミカルかつ正確にクリアしないと、ラップタイムは縮められないんだぜ。重要なのね。S 字を抜けるとそのまますぐに逆バンクだぜ。ん？逆バンクって何？通常サーキットのコーナーには、バンクと呼ばれる傾斜が付けられているぞ。そうなの。ああ、そうだぜ。霊夢、そんなに驚くところじゃないぜ。悪かったわね。まあ、いいぜ。通常はコーナーの内側に向かって下がっているんだが、この傾斜が逆向きにつけられていたり、鈴鹿のように、ほとんど傾斜がつけられていない場合、逆バンクと呼ばれるんだぜ。そうなのね。普通に聞いているが、実際に走ると、バンクがついていないから、コーナーの外へ吹っ飛んでいきそうな錯覚に陥るんだぜ。恐ろしいわね。1997年日本グランプリでは、鈴鹿をよく知るエディ・アーバインが、逆バンクのアウト側からミカハッキネンを、オーバーテイクしたのは今でも語り継がれているぜ。そうなのね。そんな逆バンクを抜けると、かつてダンロップコーナー、と呼ばれていた高速の左カーブだ。コース中、最もきつい 7.8% の上り勾配を、加速 G と横 G に耐えながら、イン側に張り付いて加速し続けないといけないんだぜ。ハードなコーナーね。コーナーを抜けて視界が開けると、休む間もなくデブナーだ。これまた変な名前のコーナーなのね。1962年に行われた鈴鹿海洋イベントの二輪レース中に、エルンスト・デブナーがここで転倒したことから名付けられたぜ。演技でもないわね。当時のコーナーからは回収され、現在は二つのコーナーからなる複合コーナーだぜ。回収によりエスケープゾーンが広くなり、視界も良くなったから安全性が向上したんだぜ。よかったわ。走りやすくなったわね。そうでもないぜ。え？一つ目のアプローチに失敗し無理に二つ目のコーナーに向かうと、大変なことになるぜ。どうなっちゃうの？二つ目のコーナー周辺は相変わらずエスケープゾーンが狭いんだ。減速しきれずにコースアウトすると、鈴鹿名物の立体交差の橋桁下にまっしぐらだぜ。嫌だわ。無事にデブナーを抜けられたら、緩やかに右にカーブしながら、ヘアピンカーブへ向かうぜ。よかった、無事に抜けたのね。ヘアピンをぐっと減速して立ち上がったら、今度はスプーンコーナーに向けて一気に加速するぜ。形状がスプーンに似ていることからこの名前がついているぜ。このコーナーを立ち上がり重視で駆け抜けるぜ。演技の悪いエピソードがないコーナーで安心したわ。スプーンを立ち上がると1200メートルの西ストレートだ。スカッと、フルスロットルね。そうだぜ。そのまま、かつて度胸試しと恐れられた 130R だ。コーナーの名前より、度胸試しの方が恐ろしいわ。直立半径130メートルが名前の由来だが、改修を受けて変化したぜ。入り口こそ 85R ときついが出口に向け 340R と大きな R に変化。ほとんど直線的にアクセル全開で抜けられる形状に、改修されていて走りやすくなっているぜ。よかったわ。F1 で度胸試しなんて恐ろしすぎるわ。
F1 だと300キロを超えるコーナリングスピードで、超ダイナミックだ。迫力あるわね。ミスすると代償も大きいぜ。インに巻きして内側ガードレールに、クラッシュすると全損コースのリスクの高いコーナーだぜ。嫌なクラッシュパッケージね。次の試験手前で最高速約320キロに達するぜ。そこから、フルブレーキングで試験へアプローチだぜ。今度こそ、ブレーキ合戦ね。その通りだぜ。ブレーキングで試験へ飛び込んでの、オーバーテイクは見物だぜ。アイルトンセナとアラン・プロストの、試験でのクラッシュはあまりにも有名だな。試験抜けるとどうなるの？メインストレートに向けてフル加速の最終コーナーは、急勾配の下り坂だぜ。下り坂なのね。一気に加速できそうでいいじゃない。下り坂ゆえにトラクションのコントロールが難しく、タイヤのグリップも影響を受け地味に難しいんだぜ。確かに、地味ね。地味だが大切だぜ。ここでの加速がストレートでの速度を左右するんだ。これで鈴鹿サーキットを一周したぜ。イメージで一周しただけでも、なんだか疲れたわね。F1 ドライバーは G と戦いながらマシンをコントロールして、53周するんだぜ。すごいわね。F1 ドライバーたちは、世界のグランプリサーキットでも、最も難しく、攻めがいのあるコースだと口を揃えるぜ。情熱の結晶。今度は鈴鹿サーキットのヒストリーを紹介するぜ。俺はレースをやるところが欲しいんだ。車はレースをやらなくてはよくならない。急にどうしたのよ？本田宗一郎が言ったこの言葉が、日本初の本格的ロードサーキットである、鈴鹿サーキット誕生のきっかけだぜ。もう始まってたのね。当時、浅間高原に二四輪車メーカーが出資したテストコースが、運営されていたぜ。一応、サーキットがあったのね。だが、四輪メーカーの同意が得られず、その上、資金不足で、舗装されずにダートのまま運営されていたのさ。ダートコースだったのね。しかし、マシンの高性能高速化にサーキットは対応しきれず、浅間高原でのレースは1952年を最後に終了したのさ。あら、サーキットなくなっちゃったわね。マシンの高性能化に伴い、ユーザーが一般行動を暴走するなど、二輪車が社会問題となり、イメージの低下が懸念されたんだぜ。ますます良くないわね。ホンダの先の言葉には、オートバイは、人命という取り替えの効かないものを預かっている。という基本思想の現れたものだったのさ。そうだったのね。安全なマシン開発のために安全な高速走行ができる、レース場を作るのがメーカーの義務である、という考えをホンダは固めていたのさ。確かに、安全な市販車を世に出すために、安全性能をテストしてほしいわ。というわけで、1960年、サーキット建設プロジェクトが動き始めるぜ。ワクワクするわね。結局、候補地が鈴鹿に決定するんだ。他にも候補地があったのかしら？あったぜ。浜松、水戸、浅間、亀山、土山などが候補に上がったんだ。なんで、鈴鹿に決まったの？59年に二輪の組み立て工場を鈴鹿に建設していた事情もあったが、こんな逸話も残されているぜ。どんな逸話なのかしら？候補地の自治体の多くは、誘致にあたって飛び切りの主演を設け、豪勢なもてなしで本田社長以下を迎えたんだ。時代を感じるわね。確かに、自治体にしてみればサーキットを誘致したいわよね。ところが鈴鹿市は、会議室で渋茶一杯を出しただけだったんだ。え？そして、詳細な航空測量写真を広げ、すぐに具体的な交渉に入れる資料を揃えていたんだぜ。ストイックだわ。鈴鹿市は、全国で2番目に工場誘致条例を施行した自治体だぜ。実務最優先で拒食を嫌う気風も、宗一郎社長の金銭に触れたんだと思うぜ。本田宗一郎ってすごい人だったのね。候補地は決まったものの、関係官庁への許可申請や、土地の買収にあたっては予想外の困難が待ち受けていたぜ。どんな困難だったの？例えば、観客席を作ってレースを見せることに対して、なぜギャンブルレース場を作るのかと誤解されたぜ。毎晩、地元の公民館で開かれる説明会へ、担当者と市の助役が、一升瓶持参で説得に当たる日々が続いたんだ。根気強く説得したのね。その通りだぜ。建設地域は当初、水田地帯が予定されていたぞ。しかし、ホンダの大切な米を作る田んぼを潰してはいけないとの指示で、山林原野を切り開く案に変更されたんだ。ホンダ宗一郎のこだわりが半端ないわね。コースレイアウトの原案は1960年8月に完成。ヘアピンカーブ2カ所、立体交差が3カ所と、変化に富んだレイアウト案だったんだぜ。今の形と随分違うわ。同年12月にプロジェクトメンバーがヨーロッパへ行き、設備、競技規則、運営方法を視察調査したんだ。この視察後、何度かのレイアウト案変更を経て、最終決定されたんだぜ。そうだったのね。メンバーはこの視察の際にコースやアウトバーンの路面を、靴べらで剥がして持ち帰ったぜ。なんでそんなことしたの？当時、コース舗装を受け負った日本歩道では、オーバルテストコースの工事経験はあったものの、ロードコースの表面舗装は経験がなかったぜ。
日本初だものね。名神高速道路の一部が、京都山科地区で工事が始まったところで、その工事関係者が鈴鹿に見学に来るほどだったんだぜ。珍しかったのね。それと靴べらで剥がした路面を、持ち帰ったこととどういう関係があるのよ。わからないみたいだから教えてやるぜ。嫌に上からね。日本初、工事経験なし、高速道路の工事関係者が見学に来るほどの状態だったんだ。つまり、サーキットに適した舗装路はどういうものか、全くデータも知識もなかったのさ。持ち帰った舗装のかけらを参考に鈴鹿の路面を作ったの？その通りだ。冴えてるな霊夢。あまりにも、無謀ね。当時の日本の一般的な舗装は真夏には溶けてドロドロになる、劣悪なアスファルトが一般的だったぜ。そうなの？オートバイのサイドスタンドが路面に潜り込んでしまうほどだぞ。走行ラインは次第に陥没、鉄ができて排水を困難にするなど、悲惨な状態だったんだ。今では考えられないわね。持ち帰った路面材料を分析しながら、各地の川砂を研究したんだ。舗装のかけらは、貴重な技術資料となったぜ。日本の技術力、恐るべしね。立体交差の工事も特にコースの平坦度が要求されたため、進行法を駆使して技術的難関を突破したぞ。グーの根も出ないわ。ホンダは完成間近の頃に飛行機で鈴鹿上空を飛び、図面のイメージに近いものができているな、と言ったぜ。ホンダ総一郎って、すごいのかぶっ飛んでるのかどっちなの？すごいに決まってるだろ。このホンダの言葉に、工事関係者一同は報われたんだぜ。多分、作ってる人たちもぶっ飛んでるわね。こうして、1962年に鈴鹿サーキットは竣工したんだぜ。モータリゼーションの発展にはサーキットが不可欠という、ホンダ総一郎の情熱と哲学が詰まった鈴鹿サーキットなんだぜ。伝説のバトル。そんな、鈴鹿サーキットではこれまでに数々の名勝負が、繰り広げられてきたんだぜ。楽しみね。どんな名勝負があったのかしら？日本グランプリで日本人ドライバーが活躍したぜ。そうなの？誰かしら？1990年、日本グランプリで鈴木亜久里が活躍したぜ。鈴木亜久里は1988年日本グランプリにスポット参戦で F1 デビュー、1995年に引退した F1 ドライバーだぜ。どう活躍したのよ？スタート直後の1コーナーで、チャンピオンシップを争うアイルトンセナ・マクラーレンと、アラン・プロスとフェラーリが、接触してそのままリタイアするぜ。いきなり波乱ね。2周目に首位に浮上していた、ゲルハルト・ベルガー・マクラーレンがスピンするぜ。トップは呪われてるわね。タナボタのトップをナイジェル・マンセル・フェラーリが、快走するぜ。トップは消えるわよ。マンセルは順調にトップを走行するぜ。26周目には、マンセルはピケに8秒差をつけてタイヤ交換のためピットインだ。あれ、おかしいわね。ところが、リスタートした瞬間ドライブシャフトが破損。ピットロードでバンジキュースだぜ。ほら、来たわ。大丈夫か霊夢？失礼したわ。あまりにも予想通りでちょっと取り乱したわ。ならいいぜ。これでマクラーレンとフェラーリの4台が姿を消すぜ。確か鈴木亜久里が活躍したってレースだったわよね。ここまで全然出てこないけど。安心しろ、活躍するぜ。予選10位でスタートした亜久里は7周目のメインストレートでデレック・ワーウィックに並びかけ、アウト側の芝生にタイヤを落としながらも2コーナーでインをつき6位に浮上するぜ。痺れるオーバーテイクね。さっきのマンセルのリタイアで5位になるぜ。アグリはファステストラップを記録しながら、前を行く2台のウィリアムズを追いかけるぜ。そして、ピットストップの間に逆転し、実力で3位までポジションを上げたぜ。3位？すごい。表彰台じゃない。まだ安心できないぜ。チームは周回遅れを想定し、1周少ない分の燃料しか入れてなかったぜ。ガスケツじゃない。後ろ向きな戦略取るからよ。確かに、終盤はガスケツが危惧されたぜ。それでもペースを緩めず走り切ったぜ。やったわ。それじゃ、そうだぜ。アグリは F1 で日本人ドライバー初の表彰台を獲得したんだぜ。すごいわ。アグリはヘルメットの中で涙が止まらなかったんだぜ。感動的ね。2004年には佐藤拓磨が鈴鹿で活躍したぜ。佐藤拓磨は2002年から8年まで F1、2010年からはインディカーシリーズに参戦しているぜ。2017年にアジア人で初めて最高峰インディ500で優勝、2020年に2度目の制覇をしているぜ。すごいドライバーじゃない。そうなんだぜ。2004年、タクマが乗る BAR ホンダのマシンは、高い戦闘力があったんだぜ。どれくらいかしら？チームメイトのジェンソン・バトンは、表彰第10回という好成績を残しているぜ。タクマも、ヨーロッパグランプリでフロントロー、ラップリーダーを記録。アメリカグランプリでアグリ以来の3位表彰台を獲得したぜ。大活躍じゃない。日本グランプリで優勝しそうな勢いね。ファンも同じように考えていたぜ。
この年の日本グランプリは台風が直撃して、土曜日のセッションがキャンセルされたんだ。それでも鈴鹿サーキットのスタンドが、超満員に膨れ上がるほどのファンが訪れたんだぜ。ファンのモチベーションが期待の高さを感じさせるわ。そうなんだ。何より、タクマのモチベーションもマックスだったんだぜ。どういうことかしら？タクマは予選で4番手、セカンドローでスタートを迎えたんだ。ちょっと、本当に優勝しちゃいそうだわ。フロントローはシューマッハ兄弟、3位はマーク・ウェバーだったんだ。シューマッハ兄弟は手強そうね。その通りだ。ただ、ウェバーは、十分攻略できそうだったんだぜ。なら、表彰台は確実じゃないの。ところが、思わぬ伏兵が現れたんだぜ。誰よ、そんな無粋なことするのは。タクマは、スタートでチームメイトのジェンソン・バトンに、先行されてしまうんだ。悪いことにタクマはシミュレーション最速の3ストップ作戦、バトンは2ストップ作戦だったんだ。どういうこと？タクマは、レース中ガンガン攻めて勝つ作戦で、バトンはタイヤと燃費をいたわりつつ我慢の走りの作戦だったんだ。ガンガン攻めたいタクマの前を、いきなり我慢の走りのバトンに塞がれてしまったのさ。最悪だわ。バトン、どきなさいよ。7周目、ようやくバトンの前に出たがときすでに遅し、すでに2位ラルフとの差は9秒まで開いていたんだ。タクマはウェバーを上回ったものの、バトンに次ぐ4位でフィニッシュしたんだぜ。悔しすぎるわ。そうだな。タクマも後に結局、悔しい悔しい4位。戦略に乗ることができれば、優勝も夢ではないシーズンだったと悔しい思いを語ってるぜ。活躍というより、悔しい日本グランプリだわ。2012年、今度は小林カムイが鈴鹿で活躍するぞ。この年のザウバーは、マシン特性とマッチしたサーキットでは、抜群に速かったんだぜ。そんなに速かったの？実力での速さは5位くらいが限界だったが、荒れたレースで、ギャンブル的な戦略が当たると表彰台を捉えたぜ。実際、チームメイトのセルジオ・ペレスは、マレーシアグランプリ、イタリアグランプリ、カナダグランプリと表彰台を獲得したぜ。カムイは？カムイは予選で速さを見せるものの、運に見放されて、速さを表彰台へ結びつけることはできなかったんだぜ。歯がゆい状況ね。ペレスが結果を残したのは、いずれもギャンブル的戦略が、マッチした時だったが、カムイは実力でペレスよりも前にいたがゆえに、成功法の戦略がチームから与えられて結果が出ず、ギャンブル戦略のペレスだけが目立った結果を残すという、皮肉なシーズンを送っていたんだ。煮え切らないわね。チーム代表のモニシャ・カルテンボーンをはじめ、エンジニアやメカニックまでそのことをよくわかっていたぜ。チームは鈴鹿に合わせて大型アップデートを用意し、決勝前に異例のピットストップ練習を行うなどして、チームのあらゆるスタッフがカムイのために全力を尽くし、カムイに結果をという思いで動いていたんだ。チーム一丸ね。カムイは、チームの思いに応えるように予選4位を獲得。さらに、予選3位のバトンがギアボックス交換で降格したから、決勝を3番グリッドからのスタートになったんだ。やったわ。いい流れじゃない。カムイはスタートでレッドブルのマーク・ウェバーをかわし、2位に浮上し鈴鹿は大歓声に包まれたぜ。やったわね。霊夢、嫌に喜んでいるな。だって、カムイとチームの気持ちを考えたら、感情を抑えられないわ。気持ちはわかるが、まだレースは始まったばかりだぜ。そうだったわね。2位に上がったが、1位のセバスチャン・ベッテルは、異次元の速さでカムイはついていけないんだぜ。ベッテルじゃ相手が悪いわね。ただし、後続のジェンソン・バトンとフェリペ・マッサよりは、いいペースで走り、徐々に差を広げていったんだ。完璧だわ。そのまま2位でゴールよ。チームも同じように考えたぜ。13周目3位のバトンがピットインすると、アンダーカットを嫌って、カムイも13周目にピットインさせるんだぜ。アンダーカットって何かしら？アンダーカットはライバルよりも先にタイヤ交換を行い、フレッシュなタイヤの力で順位の逆転を狙う戦略だぜ。カムイはバトンのタイヤ交換に合わせて自分もタイヤ交換して、タイヤの差が生じる時間を最小限にしたんだ。なるほど。チーム戦略は成功して、カムイは無事にバトンの前の7位でコースに戻ったぜ。いいわ。順調じゃない。ところがこの辺りからカムイに暗雲が立ち込めるぜ。何かしら？バトンの前でコースには戻ったが、目の前にはトロロッソのダニエル・リカルドがいたんだ。リカルドはカムイに比べ1周2秒近く遅いペースだったんだ。そんなの、さっさと抜いちゃえばいいのよ。ところが、リカルドのマシンは、トップスピードがあり、カムイは2周もリカルドのペースに付き合わされてしまうぜ。そんな、ブレーキだわ。バトンに追いつかれちゃう。さらに、マッサがペースを隠し持っていたんだ。ペースを隠し持ってたってどういうことかしら？スタート直後マッサは、カムイを脅かすペースで走ってはいなかったが、バトンとカムイがピットインして前が開けると、突然ペースを上げ、ベッテルよりも速く走ったんだ。ずるいわ、そんなの。チームもそう思っただろうな。マッサはこのペースアップによりタイヤ交換後に、カムイとバトンの前に出ることに成功したんだ。いわゆるオーバーカットだな。オーバーカット？
ライバルよりピットインを遅らせ、その間に速く走ることで前に出ることを目指す戦略だぜ。マッサはフレッシュなタイヤを手に入れると、カムイとバトンを引き離すペースで走り続けたぜ。カムイは表彰台をかけた戦いをバトンと繰り広げるぜ。カムイ、頑張るんだわ。終盤には、カムイより5周若いタイヤを履いたバトンに、じりじりと詰め寄られるぜ。カムイも気迫の走りで、バトンに DRS を使わせまいと逃げるぜ。もういいわ、耐えられないわ。チーム代表のモニシャ・カルテンボーンも、チームも固唾を飲んで見守るぜ。ファイナルラップ、カムイのマシンが3位でフィニッシュすると、カムイコールが沸き起こったんだ。やったわね。カムイが笑顔で表彰台に上がると、カルテンボーンは涙を流したぜ。よほど嬉しかったのね。鈴鹿決勝日の直前、カルテンボーンはチーム存続のために、スポンサーを持ち込めるドライバーと来季の契約をしたんだ。え？誰よりもカムイを評価し、残留を望んでいたカルテンボーンが、苦渋の決断を下した気持ちを思うと複雑なんだぜ。じゃ、カムイは3位獲得したのに、クビなの？仕方ないんだぜ。だから、チームもこの鈴鹿にかけていたんだぜ。全然、スカッとしないわ。それじゃあ、スカッとするやつ行くぜ。2005年日本グランプリで君ライコネンは、驚異の16台抜きで優勝したぜ。いいわね。この年、ライコネンは、ルノーのフェルナンド・アロンソと、チャンピオンシップを争っていたぜ。ふむふむ、予選は天候に翻弄されるぜ。結果、アロンソは16位、ライコネンは17位に沈むんだ。16台抜かないと優勝できないわね。決勝は、予選とは状況が変わって、完全ドライのコンディションだぜ。ライコネンは1周目にすでに12位までジャンプアップしたぜ。すごいわ。もう5台も抜いちゃった。30周目の1コーナーでアウト側からミハエル・シューマッハを、オーバーテイクしてついに4位だぜ。あとちょっとで表彰台だわ。40周目にピットインをした前を行くバトンとウェバーに対し、ライコネンはファステストラップ連発の走りで、45周目までプッシュし続け、オーバーカットを成功させるぜ。早いわ。最後のピットストップを上にでコースに復帰したが、首位ジャンカルロ・フィジケラとの間には、残り8周で 5.4 秒のギャップがあったぜ。追いつけるの？ライコネンは諦めないぜ。タイヤが摩耗してペースが上がらないフィジケラに対し、2秒早いペースで追い上げるぞ。ファイナルラップ。前のラップに続いてライコネンは、1コーナーでフィジケラに仕掛けるぜ。前のラップのフィジケラの動きから予想して、ライコネンはアウト側から一気にフィジケラを抜き去るぜ。かっこいいわ。ライコネンはそのままチェッカーフラッグを受けると、17位から驚異の16台抜きで見事優勝したのさ。すっきりしたわ。じゃ、すっきりしてもらったところで、鈴鹿名物のセナプロ対決に突入だぜ。鈴鹿ってすごいわね。まだ、名勝負があるのね。1989年、アイルトン・セナとアラン・プロストは、チーム内でチャンピオン争いを繰り広げていたぜ。バチバチね。プロストはセナに対して、16ポイントリードして、日本グランプリを迎えたぜ。それじゃ、プロスト断然有利ね。でも、予選で圧倒的速さを見せたのは、セナの方だったんだ。ややこしくなってきたわね。プロストは決勝を見据えて、最高速を伸ばすセッティングを見つめていたんだ。決勝がスタートすると、プロストはスタートダッシュを決めて、1位で周回を重ねるぜ。プロストの思惑通りじゃない。セナは、徐々にペースを取り戻し、各コーナーでプロストにプレッシャーをかけていくぜ。最高速重視のセッティングと百戦錬磨のテクニックで、プロストは一切隙を見せないぜ。ああ、息が詰まりそうだわ。残り6周、ついにセナが痺れを切らすぜ。セナは半ば強引に試験でプロストのインに飛び込み、フロントホイールをプロスト車のコクピットに並べたぜ。行ったわー。プロストも譲らないぜ。プロストはインにステアリングを切ってブロックする。ぶつかっちゃうわ。その通りだ。二人のマシンは絡み合うようにして試験でストップしたぜ。やっちゃったわ。プロストはマシンが壊れたのを確認してマシンを降りたぜ。セナは？セナはフロントウィングにダメージを負ったが、マーシャルにマシンを押すように促したんだ。そして押しがけの要領でエンジンを再始動して、レースに復帰したぜ。コースに戻ったの？ああ、ピットに戻ってフロントウィングを、交換しないといけなかったが、トップでゴールしたぜ。優勝しちゃったの？そうだぜ。しかし、その勝利はスチュワードによって認められなかったんだ。試験をショートカットしたセナは失格処分だぜ。失格になったのね。だが、この失格処分は物議を醸したぜ。なぜなの？セナはその裁定をチャンピオンシップの恣意的操作だと公然と批判したんだ。当時の FIA 会長ジャン・マリー・バレストルトの論戦へと発展したぜ。FIA は1990年のセナへのスーパーライセンス発給をなかなか認めなかったんだ。問題がどんどん大きくなっていくわね。結局セナはスーパーライセンスを発給されたが、しこりは残ったんだぜ。どうなったの？セナとプロストの対立は決定的なものとなり、プロストは翌シーズンからフェラーリへ移籍したんだ。喧嘩別れになっちゃったわね。そして、二人の戦いはまだ終わらないんだぜ。まだ何かあるの？
90年の日本グランプリでそれは起こるぜ。予選最後のアタックにセナが出ると、すぐにプロストも、コースインしてセナの後ろからアタックをかけたんだ。すごいプレッシャーね。それでも、セナはプレッシャーをものともせずに、予選トップタイムを叩き出すんだぜ。やっぱり、セナはすごいわね。そして、運命の決勝スタート。勢いよくスタートしたプロストが、セナを抜いてトップで1コーナーへ向かうぜ。レースではプロストね。でも、セナも譲らず、1コーナーでプロストのインに入るんだ。またぶつかっちゃうわ。残念だがその通りだ。2台は1コーナーで接触するとそのままグラベルへ一直線、そのまま2台ともリタイアだぜ。2年連続で接触するなんて、スタートからわずか8秒で因縁の対決は幕を閉じたんだぜ。あっけないわね。世界ナンバーワン、数々の名勝負の舞台となった鈴鹿サーキットで行われる日本グランプリのことが F1 ドライバーたちは大好きなんだぜ。そうなの？2年の休止を経て F1 サーカスが鈴鹿に帰ってきた2022年、ドライバーたちはこぞって鈴鹿愛を語ったぜ。本当に？ジョージ・ラッセルは戻ってこれて本当に嬉しい。ここはまさに象徴的で間違いなく世界最高のサーキットの一つだ。セクター1は非常に速く、流れがあり、運転するのは常に喜びだと語っているぜ。本当だわ。チームメイトのルイス・ハミルトンも、最初のラップに出ていくときは常に特別だ。ここにいたすべてのレジェンドたちのことを考えると言っているぜ。レジェンドって？セナやプロストのクラッシュ、ターン1のことを考えながら、最後の試験に到達すると、多くの歴史を持つ場所でドライブしていることを考える。その立場にいることがどれほどの特権であるかを実感できる、とも言っているぜ。さっきのセナとプロストのことじゃない。F1 ドライバーが思い出すくらいの名勝負だったのね。セルジオ・ペレスはこのトラックは常にチャレンジだ。濡れていればより挑戦的だ。素晴らしい。間違いなく世界最高のトラックだと語っているぜ。ペレスも鈴鹿がお気に入りなのね。セバスチャン・ベッテルは、F1 からの引退後、鈴鹿サーキットなら1回限りの復帰を真剣に検討すると宣言。おそらく他のトラックよりもこのトラックが恋しくなるだろう。この場所で特別なのは全てだ。神によって設計されたに違いないと大絶賛だぜ。ベッテルもなの？みんな鈴鹿のことが大好きなのね。ベッテルはさらにファンは雰囲気と情熱の面でさらなる喜びだ。それは僕たちを非常に特別な気分にさせてくれる。間違いなく恋しく思うだろうと言ってるぞ。ファンのことまで、泣かせるわね。チャレンジングな鈴鹿は唯一無二のサーキットだが、ベッテルが言うように日本のファンも唯一無二なんだぜ。そうなの？ベッテルのリップサービスじゃないの？そんなことないんだぜ。日本のファンは世界も認める、ファンタスティックなファンなんだぜ。その証拠にペレスは、日本は世界で最も情熱的なファンに会える場所。彼らはいつもアットホームな気持ちにさせてくれると言っているぜ。ベタ褒めじゃないの？まだあるぜ。手紙を書いてくれるし、鈴鹿に着いた時には、プレゼントで驚かせてくれる。本当にスペシャルだ。彼らの F1 への愛情を見るのは素晴らしいことだと言ってるぜ。すごいわね。アストンマーティンチームは、スタンドでチームカラーの、ポロシャツとスカートで応援する女性をピットに招待したぜ。ベッテルが現れると、涙を流しながら一緒に記念写真を撮ったんだぜ。チームまで日本のファンのこと大好きなの？その通りだぜ。アストンマーティンのメカニック、マイキー・ブラウンは、ファンは素晴らしい。情熱はどのグランプリにも勝っている。朝、我々が来るとファンはみんな入り口のパドックに立って、手を振って歓迎してくれた。このグランプリでファンがもたらす情熱はアメージングだよと言ってるぞ。メカニックまで。日本のファン恐るべしね。そもそも、日本のファンはなんでそんなに愛されてるのよ。いい質問だぜ、霊夢。その一つは、サーキットを訪れるファンたちのコスチュームだぜ。コスチューム？こんな風に、みんな思い思いのコスチュームで、F1 を楽しむんだ。何これ？特に帽子は手の込んだものが多いぜ。マシンが乗っていたり、DRS 付きのリアウィングだったり、こんな強者もいるぜ。もはや職人ね。これは見ていても楽しいわね。グランプリ中にもらうファンからのプレゼントも好評だぜ。え？プレゼント？ベッテルはファンからプレゼントされた、一番と書かれた鉢巻きを頭に締めて一日を過ごしたぜ。今朝、もらったんだ。鈴鹿のファンはすごく思いやりがあって、いつも心のこもったプレゼントをくれる。素敵な手紙や素敵なメッセージを添えてねとベッテルは大喜びだぞ。嬉しそうね。アロンソも、プレゼントをもらってご満悦だぞ。こっちも、嬉しそうだわ。ハースチームには、チームの写真入りのチョコレートが、プレゼントされたぜ。チームももらえるの？日本のファンは世界一なんだぜ。ベッテルの引退イベントでのファンのサプライズには、チームメカニックも感動したぞ。どういうことかしら？観客席を埋め尽くしたファンを前に、セバスチャン・ベッテルのトークショーが行われたぜ。その最中、訪れたファンは緑色の LED ライトを振って、鈴鹿の夜を照らしていたんだ。素敵だわ。
メカニックのマイキー・ブラウンは、世界中どのサーキットに行っても、ファンは LED ライトを使ってこんな風なことはしないと驚いた様子だぜ。そりゃ驚くわよ。ここの場所とファンはとても特別。だから我々は、鈴鹿に来るのが大好きなんだとブラウンは語ったぞ。サーキットだけじゃなくて、ファンも素晴らしいのね。その通りだぜ。どの国のドライバーもメカニックも、同じように歓迎する礼儀正しさと情熱は世界で高評価だぜ。確かに、日本らしいわ。日本代表、みんなに愛される鈴鹿サーキットだが、日本人ドライバーにとっては思い入れが強いサーキットだぜ。それはそうよ。なんといっても母国グランプリだもの。その通りだ。でも、理由はそれだけじゃないんだぜ。どういうことかしら？今シーズン、アルファタウリで安定した走りを見せている、角田裕樹は鈴鹿サーキットを本拠地とする、鈴鹿サーキットレーシングスクール現ホンダレーシングスクール鈴鹿の出身なのさ。そうなんだ。鈴鹿サーキットにそんな学校があったの？あったんだぜ。技術のみならず精神的にも人間的にも、世界のトップクラスとして通用する、ライダードライバーの育成を目的としているぜ。そうなのね。2022年の日本グランプリを前に角田は、鈴鹿は本当に大好きなコース。ここでは1万周以上走っていると意気込みを語ったぜ。すごいわね。スクールでの経験も角田を強くしたんだぜ。どういうことなの？16歳の角田は、ホンダ育成ドライバーの座をかけて、最終選考レースに参加したぜ。角田は最終選考を突破する自信があったんだ。トップドライバーになる人は違うわね。ところが、角田は緊張して、スタートをミスしてしまう。ドライブスルーペナルティを課せられ、ホンダ育成ドライバーのシートは絶望的になったんだ。肝心なところでやっちゃったのね。そうだぜ。角田自身メンタルが弱く、自己過信があったと当時を振り返っているぜ。辛かったわね。角田はその時の挫折を通して、ミスを恐れずチャレンジして、失敗から学ぶというプロセスの重要性を学んだんだ。そして、ドライバーとして成長を遂げ、1年後に見事ホンダ育成ドライバーに選ばれたんだぜ。自分を成長させてくれたサーキットなのね。だから、角田にとって鈴鹿サーキットは超特別なのさ。2024年から春開催となる日本グランプリについても、ドライコンディションの鈴鹿が大好きなので、とても楽しみにしています。今はもみじをヘルメットに変えていますが、来年は桜にしようかどうか、考えていますと言ってるぜ。鈴鹿サーキットのこと大好きなのね。ペレスの不調で、レッドブルへのステップアップが取り沙汰されたり、2026年からホンダがアストンマーティンとタッグを組むことから、角田の去就が噂されるが、角田が鈴鹿サーキットに帰ってくるのが楽しみなんだぜ。本当ね。もう一人、鈴鹿サーキットが超特別な日本人ドライバーがいるぜ。誰よ？今年の F1 で日本人ドライバーは角田くんだけでしょ。その通りだぜ。だから、彼はまだ F1 ドライバーじゃないぜ。だから、誰なのよ？早く教えなさい。わかったぜ。それは、岩佐歩夢だぜ。岩佐は2022年にレッドブル育成ドライバーとして、F2 にデビュー、フランスグランプリ、アブダビグランプリで優勝。ハンガリーグランプリとオランダグランプリでは表彰台を獲得し、チャンピオンシップを総合5位で終えたぜ。すごいわ。今年は F2 第6戦のモナコスプリントレースで優勝、現在ポイントランキング3位につけているんだぜ。本当にすごいわね。そんな岩佐も鈴鹿サーキットレーシングスクールの出身だぜ。またなの。彼もスクールで成長しちゃったのかしら。鋭いな霊夢。その通りだぜ。岩佐はカートをやっている時は、お父さんがメカニックをやっている家族チームで、他にアドバイスしてくれる人もいませんでしたと振り返るぜ。家族でやってたの？そうだぜ。父親も母親もレーサーだぜ。そっちに驚いたわ。岩佐はスクールでスタイルが変わるぜ。データとかを研究するようになったのはスクールの頃からです。その時からとにかく研究してアイデアを出したり、トライしたりして速さをつかもうという風になりました。と言ってるぞ。角田くんの時といい、鈴鹿レーシングスクールも恐るべしだわ。岩佐も鈴鹿サーキットの魅力をこう語っているぞ。一番大好きなサーキットです。難しいからこその楽しさがあり、100点のラップを刻めたことがないのが鈴鹿サーキットです。いつ走っても、どの車で走っても、面白いのが鈴鹿サーキットだと思います。岩佐くんも、鈴鹿サーキット大好きなのね。鈴鹿サーキットで F1 を走らせるのは目標の一つと言ってるぞ。F1 で鈴鹿に戻って優勝なんてと考えると、ワクワクすると言ってるぜ。早く F1 に上がってきてほしいわ。ちなみに岩佐おすすめの鈴鹿グルメは焼肉だぜ。なに、ドヤ顔で変な情報ぶっこんできてるのよ。で、美味しいのかしら？美味しいらしいぜ。いいわね、日本グランプリの時に行こうかしら。霊夢、話が逸れてるんだぜ。マリサのせいでしょ。今回は、世界一のサーキット、鈴鹿について。ちょっと、無視して締めようとしてるんじゃないわよ。もう終わりなんだぜ。何を言っても無駄みたいね。いいわ、
その件は後できっちり話をつけましょう。本田宗一郎の情熱と哲学が生んだ鈴鹿サーキットは、数々の歴史が刻まれて、日本のファンと共に、世界屈指のサーキットへと成長したぜ。ドライバーにもチームメカニックにも愛されてたわ。2024年からは春開催となり、新たな装いとなる日本グランプリに期待が高まるぜ。来年は桜の季節に開催ね。ドライコンディションのレースが楽しみだわ。今シーズン大きな成長を遂げた角田裕毅と、F2 で活躍する岩佐歩の、鈴鹿サーキット出身の日本人ドライバーにも注目だぜ。続いてはこの動画だぜ。霊夢、F1 市街地サーキットといえばどこだ？モナコだわ。その通りだぜ。じゃあ、モナコ以外に市街地コースが思いつくか？え？市街地コースってモナコ以外にもあるの？じゃあ今回は、魅力あふれる F1 市街地サーキットについて紹介していくぜ。アルバートパークサーキット。アルバートパークサーキットはオーストラリアメルボルンの公園内の人工湖を周回する、公道と駐車場の一部が使用されるぜ。オーストラリアグランプリの舞台ね。その通りだ。1996年の初開催以来、開幕戦やシーズン序盤はアルバートパークサーキットなんだぜ。どんなコースなの？ストップ&ゴータイプで直線終わりでのハードブレーキング、コーナー出口では高いトラクションが必要とされるコースだぞ。ブレーキング時のマシン安定性の高さに加え、低速域からの加速性能が求められるなかなか厳しいサーキットだ。湖の周りを走る公園内の公道サーキットのイメージとは違うわね。開幕戦から、マシン性能が試されるのは、チームもドライバーも辛いんだぜ。確かに、そうね。アルバートパークサーキットは、F1 以外でレースが開催されることはほとんどなく、普段は公道として使用されているため、初日には路面がホコリっぽくて、グリップがとても低いんだぜ。滑りやすい路面に苦労しそうね。さらに、F1 の日程が進むにつれて、路面にラバーが乗り路面のグリップ状況がどんどん変化していくコースなんだ。ただ、滑りやすいだけじゃないのね。厄介だわ。そう。仮に初日のフリー走行で良いセッティングが出たとしても、予選や決勝では路面状況が全く変わってしまうんだぜ。路面状況に合わせて、毎日セッティングを取り直すなんて、チームは大忙しね。開幕戦から、なかなかハードな週末なんだぜ。2021年には、初めてコースレイアウトが改修されたんだ。どうなったの？ターン9と10の試験が撤去されて、ターン7から続く緩やかな右コーナーへと姿を変えたぜ。他にも5つのコーナーでコース幅が拡張されて、レーシングラインが複数存在するようになったんだ。オーバーテイクが見られるかもだわ。これらの改修により、最高速はターン11の330キロ、ブレーキング時の G-Force は 5.4G に達するぞ。市街地コースなのに、超高速ね。レースでは SC の出動率が高く SC がレースの行方を大きく左右するぜ。SC の可能性も考慮に入れたレース戦略が重要なコースでもあるな。なんで、そんなに SC が多いのかしら？やはり、市街地コースゆえに、常設サーキットに比べランオフエリアが狭いんだぜ。コースの両サイドは、大きな金網とウォールで覆われているんだ。市街地コースだものね。2001年には、クラッシュしたマシンの破片が、マーシャルに当たる死亡事故が発生したぜ。その後、フェンスが大型化されるなど、安全対策が強化されているぞ。安全性はマストだわ。その通りだ。市街地コースの難しいところなんだぜ。1996年にはスーパールーキーがアルバートパークサーキットで衝撃デビューしたぜ。誰かしら？ジャック・ビルヌーブが、ウィリアムズからデビューしたんだ。あ、レジェンドの息子？よく知っていたな。ジル・ビルヌーブの息子だ。インディーチャンピオン獲得後、F1 にやってきたんだぜ。それだけなら、普通のデビュー戦だわ。もちろん、それだけじゃないぜ。ジャックは、デビュー戦でいきなり PP を獲得したぞ。すごいわ。決勝でも終始レースをリード、デビューインも確実かと思われたぜ。すごすぎだわ。だが、残念ながら、マシントラブルで優勝はチームメイトのデイモンヒルに譲ったが、堂々の2位でフィニッシュしたんだぜ。衝撃的デビューだわ。2002年には、スタートでマルチクラッシュが発生し大混乱。ルーキーが優勝したのかしら？惜しいぞ、レイム。優勝したのは、フェラーリのミハエル・シューマッハだぜ。皇帝が勝つのは当然だわ。このレースがデビュー戦だった、オーストラリア出身のマーク・ウェバーが大混乱のレースを生き残るぜ。表彰台でもゲットしたの？またまた、惜しいんだぜ、レイム。ウェバーは5位でフィニッシュしたんだ。5位か、ルーキーとしては嬉しいだろうけど、そんなに騒ぐことかしら？ウェバーがデビューしたのは、テールエンダーのユーミナルディだぜ。どういうこと？これを説明させるとは、残酷なんだぜ、レイム。え？資金難に苦しむチームは1990年代後半から、年間獲得ポイントなしの年が続いていたんだぜ。弱、レイム、言葉を選ぶんだぜ。トップチームだけが F1 チームじゃないんだぜ。この話はテーマからそれるからまた今度にするぞ。わかったわ。
そんな、ミナルディからデビューした、ウェバーが地元グランプリで5位を獲得したからお祭り騒ぎになったんだぜ。確かに、大騒ぎになりそうね。しかも、チームオーナーのポール・ストッターともオーストラリア出身なんだ。あら、ポールと共に表彰台をジャックしたウェバーは、熱狂した地元オーストラリアの観衆から大喝采を浴びたんだ。表彰台ジャックしちゃったの？すごいわね。ラスベガスストリートサーキット。ラスベガスストリートサーキットは、ラスベガス郊外のラスベガスストリップと、その周辺道路を利用した市街地コースだ。2023年から F1 ラスベガスグランプリとしてカレンダーに入ったぜ。新しい、コースなのね。実は、F1 にラスベガスグランプリが加わるのは41年ぶりなんだ。なんだ、以前にもしてたのね。じゃあ、市街地コースとしても古いのかしら？41年前のコースとは違う、新しい市街地コースを走るぞ。ちなみに、古いラスベガス市街地コースはどんな感じだったのかしら？シーザーズパレスホテルの駐車場を利用して作られたコースで、高いコンクリートの壁とヘアピンの多さが特徴だ。駐車場で F1 したの？そうだぜ。駐車場を縁石とボールで区切り、ランオフ部分に大量の砂を撒いた、まさしく急増コースという雰囲気が漂っていたぜ。えげつないことするわね。家の庭でカート走らせるのとはわけが違うわよ。コースレイアウトの単調さによりドライバーや観客に不評、観客動員も伸びず、シーザーズパレスホテルの経営を圧迫したため、1981年と82年のわずか2回で F1 の開催を終了したんだぜ。呪われたサーキットね。そんなことないぜ、新しいラスベガス市街地コースはシーザーズパレスの駐車場は走らないぜ。そういう問題じゃないと思うけど、新しいラスベガス市街地コースは F1 屈指の高速コースだ。さらに、低速コーナーも多く設けられており、メカニカルグリップとダウンフォースを確保しつつ、トップスピードが損なわれないようにしなければならないんだ。これまた、セッティングが難しそうなコースだわ。市街地コースはやっぱり路面が悪いのかしら？そんなことないんだぜ。F1 開催に向け既存のアスファルトを12から15センチほど除去して新たにベースレイヤー舗装、その上に中間層と、さらにレース層が新たに舗装されたぞ。すごいわね。これなら路面は大丈夫そうね。ラスベガスグランプリは、史上初の F1 主催のグランプリなんだぜ。どういうことかしら？ F1 では通常、高額の開催料と引き換えに現地のプロモーターがグランプリを開催しているんだ。ラスベガスグランプリは？ F1 とそのオーナーであるリバケメディアが独自に主催する史上初のグランプリなんだぜ。そうなのね。だから、舗装までし直して、やる気満々なのね。欧州との時差を考慮して、決勝スタートも現地時間22時と異例の遅さだぜ。開催に要した費用は約750億円とも言われ、絶対に失敗できないグランプリなんだぜ。プレッシャーが半端ないわね。初開催の2023年はどうなったのかしら？初日の FP1 では、路面に設置された、送水バルブの蓋が F1 マシンの負圧により外れるトラブルが発生したんだ。いきなりトラブル？しかも、これに衝突したカルロス・サインツ・ジュニアとエステバン・オコンが車にダメージを負ってしまったんだぜ。あちゃー、いきなりやらかしちゃったのね。セッションは、わずか8分35秒で中止だ。750億円が8分でパーだわ。そうはさせないぞ。破損箇所の修復と同時に、30箇所の送水バルブの蓋をすべて撤去。代わりに砂とアスファルトで密閉する作業が行われたんだ。必死ね。FP2 は60分から90分に延長され、2時間半遅れの深夜2時30分から開始されたぜ。最悪ね。2時間半遅れた影響で、警備スタッフのシフト終了や公共バスの運行不可能など理由に、FP2 開始30分前に観戦エリアは閉鎖。気温10度ほどの16時間近く待ち続けたファンは、強制退去させられたんだぜ。ゲロゲロ、霊夢、リアクションが変なことになってるぞ。ごめんなさい。あまりのひどさにリアクションがコントロール不能になってきたわ。FP の事故により、マシン修復を余儀なくされたフェラーリはレグレーションでグリッド降格。フレデリック・バスール代表は、受け入れられないとカンカンだぜ。当然だわ。初日の FP を観戦できなかった3万、5千人を代表して、法律事務所が集団訴訟を起こしたりと大揉めなんだぞ。揉めまくってるじゃない。マックス・フェルスタッペンは、週末に入る前から 99% がショーでスポーツイベントとしては 1% と、イベントを徹底的に批判。ああ、ドライバーにも不評なのね。フェルスタッペンは予選後、ラスベガス市街地コースはモンテカルロ市街地コースの足元にも及ばないとし、F1 が自分たちの対応の正当性を強調したことを背景主義と断罪。自分が観客だったら、この場所を全部、破壊すると、全否定だぜ。悲惨ね。レース自体はどうだったの？フェルナンド・アロンソは、新しい舗装かつサポートレースがないことなどから、路面状況が毎週変わり、誰にとってもチャレンジングな週末になると予想していたぜ。それで？
スタート直後のフェルスタッペンとシャルル・ルクレールの攻防や、2度の SC、終盤、フェルスタッペンがルクレールをかわしての優勝や、最終ラップでのルクレールのペレスに対するアタック等。なかなか、アグレッシブなレースを楽しめたんだぜ。最初はどうなるかと思ったけど、F1 の魅力のおかげで救われた感じね。そうだな。競技としての純粋さよりもエンターテインメントと商業的側面を重視するイベントのあり方に批判が集まったが、結局、F1 自体が魅力的であることの重要性が強調されたようなグランプリだったぜ。バクー市街地コース。バクー市街地コースは、アゼルバイジャンの首都バクーに仮設される市街地コースだ。アゼルバイジャン？アゼルバイジャンは、イランとロシアに国境を接するカスピ海西岸の国だぜ。F1 ってそんなところでも開催されているのね。そんなところとはお言葉だぜ。2016年にはヨーロッパグランプリとして初開催され、17年からアゼルバイジャングランプリとして開催されているぞ。あら、結構、以前から開催してるのね。バクー市街地コースは、近代的な建物が並ぶ起伏の少ないセクター1。中世の城壁が目を引く旧市街の起伏が激しく狭く曲がりくねったセクター2。素敵なところね。そして、カスピ海に面したアクセル全開で駆け抜ける、セクター3で構成されるぜ。変化に富んだコースね。旧市街地のセクターにはモンテカルロ市街地コースを彷彿とさせるな。確かに、モナコみたいだわ。ロングストレートからのフルブレーキングが見れる、セクター3はイタリアモンサーキットとのようだと評されるんだぜ。すごいわね。魅力的な2つのサーキットを1つのグランプリで楽しめるのね。1粒で、2度美味しいんだぜ。何それ？知らないのか、霊夢？アーモンドグリコのキャッチフレーズだぜ。知らないわ。F1 にも全く関係ないわ。旧市街は砂利道。F1 で砂利道？だから、グランプリ開催に合わせて一時的にアスファルトが舗装されるんだ。ああ、びっくりした。紛らわしいわね。変なところで区切らないでよ。今回、おとなしいと思ってたけど、バクーから突然スイッチ入ってるわね。まあ、いいじゃないか。バクーはストレートが長く、コーナーも小さなものが多いためタイヤの温度管理が難しいコースなんだぜ。どういうことかしら？F1 のタイヤには性能を発揮できる温度域があるが、バクーのロングストレートを走っている間に、タイヤの温度が下がりすぎてしまうんだぜ。ダメじゃない。さらに、ブレーキも同じでロングストレートを走行するとこちらも温度が下がりすぎてしまうんだ。困るわね。しかも、ストレートエンドにはタイトなコーナーがあって、ブレーキングとマシンコントロールが難しいんだぜ。やばいコースね。問題のロングストレートで、タイヤとブレーキの温度が大幅に下がってしまい、グリップと制動力が失われてしまうんだ。厄介なストレートね。市街地コースらしくコース脇にランオフエリアがない上に、鉄製のガードレールやコンクリートなど、わずかな接触で、マシンが大きなダメージを負ってしまうんだぜ。ドライバーにはきついわね。ただ、ドライバーへの精神的ストレスは意外と低いぞ。ストレートも多いからステアリング上のスイッチ操作は容易だし、横 G もターン18の 3.8G が最大で、F1 としては最も低い部類に属する G なんだぜ。ストレートのメリットもあるのね。その通りだ。コースに横たわるロングストレートはマシンの空力パッケージをどうするかチームを悩ませるんだぜ。やっぱり、厄介じゃない。各チームは様々な形状のリアウィングやフロントウィングを持ち込んで、ロングストレートに対応できる、テイダウンフォース仕様の空力パッケージを模索するんだ。必死だわ。こうした様々な要素が要因となり、なかなか波乱に満ちたレースが多いんだぜ。そうなの？2017年には、レース終盤に SC が出動。SC 中に2位のセバスチャン・ベッテルが、トップのルイス・ハミルトンに追突するぜ。よそ見してたの？前見てないんじゃないの？霊夢、それは、中国グランプリのランス・ストロールだろ。お坊ちゃま嫌いだからって悪いいじり方するんじゃないぜ。バレたわ。ベッテルは、ハミルトンにブレーキテストをされたと激怒したぞ。手を挙げて怒りを表したまま、ハミルトンに並ぶと、マシンを横に振って、ハミルトンにぶつけたんだぜ。むちゃくちゃするわね。ベッテルは危険行為として、10秒のストップ&ゴーペナルティを課されて交代するぜ。当然ね。トップのハミルトンも、ヘッドレストが浮き上がるトラブルで緊急ピットインを強いられ交代してしまうぞ。あらら、上位陣が消えていくわね。結果、ダニエル・リカルドが優勝。そして、ウィリアムズのランス・ストロールが初表彰第3位をゲットしたんだ。ああ、お坊ちゃま、タナボタで初表彰台だったのね。霊夢、タナボタって言うんじゃないぜ。だって、タナボタじゃない。でもこれ、バクーのコース特性とは、無関係な波乱だわ。鋭いぜ霊夢。2021年のグランプリはバクーのロングストレートが悪さをしたぜ。それよ。それを言いなさい。スタートからハードタイヤを履いて走行していたストロールが、30周目にターン20の出口で左リアタイヤが突如バースト。ホームストレートのボールに激しくクラッシュしたぜ。また、お坊ちゃまじゃない。
霊夢、ひょっとしてお坊ちゃまのことちょっと好きになってないか？なってないわよ。関係ないこといじらなくていいから、それからどうなったのよ。ストロールのマシンは大破したが、ドライバーは無事だったぜ。よかったわ。47周目、今度はトップ走行中のフェルスタッペンがストロールと同じようにタイヤがバースト。コントロールを失いボールにクラッシュしたぜ。恐ろしいストレートね。このクラッシュは、ピレリタイヤの耐久性に疑問を投げかけたぜ。爆牛市街地コースはロングストレートの低ダウンフォース域とコーナーでの高ダウンフォース域の両方があるんだ。チームは両方に対応できる空力パッケージを用意するが、ストレートでは、それがタイヤの負荷を増加させるぞ。それで、突然ストレートでバーストするのね。そんなタイヤで大丈夫なのかしら？当然、ピレリはすぐに原因調査を実施したぞ。それで？規定の圧力と温度が守られているにもかかわらず、内側のサイドボールの円周方向の破損にまで及んだ、と報告しているぜ。ダメじゃない。ただし、タイヤの走行条件に関連している可能性がある、と付け加えたぞ。FIA とチームは内圧を適正に保つプロセスに同意し、ピレリも新バージョンのタイヤをすぐにテストしたぜ。なんだかすっきりしないわね。ピレリはタイヤの構造に問題があったなんて口が裂けても言えないし、チームはピレリが指定する内圧を不正に下げていたなんて言えないんだぜ。これは、F1 の闇ね。難しい問題だぜ。さらに、レース運営も問題視されたぞ。問題だらけね。ストロールの最初のクラッシュから SC の判断までに40秒以上、フェルスタッペンの時には80秒以上もかかったんだ。レーシングディレクターのマイケル・マシは、コースには、マシンが通過できるだけのスペースがあった、と述べたが、タイヤに悪影響を与える、カーボンの破片が飛び散っている可能性は高いんだぜ。危険だわ。フェルスタッペンの事故の後も、レッドブルが赤旗中断で全員がタイヤを交換した方がいい、と助言するまで決断しなかったんだ。困ったものね。結局、赤旗が出されたがセーフティカー先導でレースを終わらせたくなかった。という、興行優先なものだったんだ。安全はどこに行ったのよ。霊夢の怒りはもっともなんだが、いろいろ波乱が起こるのが爆牛市街地コースなんだぜ。マリーナベイストリートサーキット。シンガポール中心部と、隣接するマリーナ湾岸地域にまたがって特設される市街地コースだ。F1 初のナイトレースグランプリとしても有名だぜ。夜なのに昼間みたいに明るいわね。コース全体が1500以上の照明によって照らされており、その明るさは約3000ルクスと言われ、スポーツ競技場の照明の4倍の明るさがあるぜ。明るいわけね。最先端の照明システムは秀逸だ。光のギラつきや濡れた路面や他のマシンの上げる水しぶきなど、反射を最低限に抑えているんだぜ。すごい技術ね。コース上に存在するコーナーの半分が時速100キロ以下の超低速コーナーだ。最長ストレートはわずか832メートルしかないんだ。爆風とは正反対ね。確かに、超低速コースだな。そのせいもあり、PU 性能よりもシャシー性能が物を言うコースだぜ。さらに、シンガポールの気候がマシンとドライバーを苦しめるぜ。気候が？高温多湿で熱帯な気候のせいで、ドライバーは体力を消耗するぜ。コクピット内の温度は50度を超え、レース終了時のドライバーの体重は3キロ程度減少すると言われているぞ。過酷だわ。冷却可能なストレート区間も少なく、ブレーキへの負荷はカレンダー最大レベルだ。コーナー数が多く、低速からのトラクションが必要とされるため、リアタイヤへの負担も大きいぞ。マシンもきついわね。さらに、一周約2分のコース長があり、2時間の過酷なレースがマシンとドライバーを苦しめるんだぜ。吐きそうだわ。この特徴的な市街地コースは数ヶ月もかけて準備されるぜ。そうなの？そうだぜ、9月の開催のために、5月には最初のブロックが設置されるぜ。シンガポールグランプリの象徴である、照明器具を支える土台のブロックだ。街中に1500を超えるブロックを置いていくの？始まったばかりでもう嫌だわ。7月には日常的な車両や歩行者の移動の邪魔にならない場所に、防護壁が設置されるぞ。だんだん、準備が進んでいくのね。それだけじゃないぜ。レース終了後の月曜日までには、主要な道路を通常使用できるようにする必要もあるんだ。そうか。撤収も必要なのね。そうだぜ。完全な撤収には2ヶ月が必要なんだぜ。市街地コースを作るのも、市街地に戻すのも大変ね。主催者は街の変化への対応も求められる。街の変化ってどういうことかしら？2015年のシンガポール都市再開発庁による開発で、ターン11と13の間のトラックは再構成を余儀なくされたぜ。あ、街が変化すると市街地コースも影響を受けるのね。その通りなんだぜ。2023年のシンガポールグランプリでは、カルロス・サインツ・ジュニアがレッドブルの連勝をストップさせたんだぜ。レッドブル&フェルスタッペンでも勝てないなんて、過酷すぎるわね。その過酷なレースを絶妙なタイヤマネジメントで耐え抜いたサインツ&フェラーリが勝ったんだ。モンジュイックサーキット。どこ？どこのサーキットなの？
落ち着け霊夢。モンジュイックサーキットはスペインバルセロナ、モンジュイックの丘にある公園に作られた市街地コースだぜ。1969年から1975年まで、各年でスペイングランプリが開催されていたぞ。スペインだったのね。随分昔だし、今は開催されていないのね。その通りだぜ。そんな市街地コースを取り上げるんだから、その価値があるんでしょうね。霊夢、どうしたんだ。圧が半端ないんだが。だって、知らないコースだし。安心するんだぜ。きっちり解説するんだぜ。よろしくお願いするわ。コースは全長 3.79 キロと短いが、歴史ある丘を曲がりくねって進むようにレイアウトされており、素晴らしい光景を楽しめるコースだぜ。だから、ドライバーは見てる余裕ないわよ。モンジュイックはモナコを彷彿とさせる標高変化が存在し、モータースポーツの舞台としては素晴らしい場所だったんだ。でも、危険よ、きっと。霊夢、なんでわかったんだ。曲がりくねった古い街並みの中の市街地コースでしょ。しかも、かなり昔の時代の F1 で、今はもう開催されてないんでしょ。そうだぜ。絶対、なんかあったのよ。鋭いんだぜ。でも、聞いてあげるわ。続きを話しなさい。話しづらいんだぜ。1975年スペイングランプリの金曜日、GPDA はコース内のほとんどのガードレールが、ボルトで十分に固定されていないことを重く見て、予選1日目のボイコットを決定したぜ。あらら、いきなり、揉めてるのね。でも、安全性は大事だわ。1974年と75年のアメリカグランプリで、ガードレールに関連する死亡事故が発生しており、GPDA も無視できなかったんだぜ。当然ね。チーム側が自らガードレールを固定するなどして、修復作業を行ったが一時しのぎの感は否めなかったぜ。じゃ、レースも中止かしら？前年のチャンピオンである、エマーソン・フィッチパルディは土曜日にわずか3周しただけでマシンを折りコースを後にしたぜ。これは、中止ね。いや、レースは強行されたんだ。レース中、ロルフ・シュトメレンのマシンからリアウィングが脱落、マシンはガードレールの上を前、コース外に飛び出し観客席に突っ込んだんだ。言わんこっちゃない。この事故で5人が亡くなり、シュトメレンも重傷を負うぜ。最悪だわ。この年を最後に安全性を理由に、モンジュイックサーキットでの F1 は開催されていないんだぜ。美しいサーキットだが、安全性の面では、割れたガラスでお手玉するのと同程度なんだぜ。そんなところで、F1 しちゃダメだわ。モンジュイックは、女性ドライバーが F1 で初ポイントを獲得したレースとしても知られているぞ。明るい情報もあるのね。ほっとするわ。マーチから参戦していたレラ・ロンバルディは、事故の影響でハーフポイントとなったレースを6位で終え、見事、女性初のポイントをモンジュイックで獲得したんだぜ。モンテカルロ市街地コース。出た。伝統のモナコね。その通りだ。ここはモナコ、モンテカルロ。絶対に抜けないんだぜ。大丈夫？マリサ、どうしたの？おっと、失礼したぜ。何の話だっけ？モンテカルロ市街地コースの話になったら、突然おかしくなったわ。わかる人だけわかったらいいんだぜ。コートダジュールの高級リゾート地として名高いモナコの公道を閉鎖して設営される市街地コースだ。世界三大レースの一つだぜ。来るわよ、霊夢。世界三大レースの残り二つはなんだ？インディ500とルマン24時間レースだわ。すごいぞ、霊夢。この質問、だいぶ前にもされたわよ。そうだったか？覚えてないんだぜ。豪華なカジノやホテルが立ち並ぶ丘陵部を抜け、海沿いのトンネルを通過。クルーザーやヨットが停泊する港湾部の海岸沿いを走行する実に風光明媚なコースだぜ。ドライバーは、そんなこと言ってられないわよね。鋭いぜ、霊夢。ガードレールをかすめながら正確なライン取りが要求されるぞ。モナコはドライバーの技量や集中力が問われる。ドライバーズサーキットで、ここでの1勝は他のレースの3勝に値すると言われているぜ。すごすぎるわね。コースはガードレールで囲まれており、650名のコースマーシャルと120名の消防士が配備されるぞ。そんなにたくさん？さらに、各所にクレーン車が配備され、リタイアしたマシンを速やかに撤去されるんだ。各ポストには医療チームが配置されており、ヌーベル試験には潜水艦もスタンバってるぜ。潜水艦まで、必要かしら？1955年にアルベルト・アスカーリがマシンもろとも海中に転落して以来の措置だぜ。実際に落ちてたのね。ヌーベル試験のバリアもデンジャラスポイントだぜ。トンネルを抜けた下り坂の難しいブレーキングでバランスを崩し、スピンしたままバリアに激突する事故が発生するぞ。恐ろしいわね。その度に、回収と安全対策が図られているぜ。歴史あるモンテカルロ市街地コースでは、数々の名勝負が繰り広げられてきたぞ。聞きたいわ。もちろんだぜ。1988年、セナはモナコで圧倒的な速さを見せたんだ。どんな風にかしら？マクラーレンホンダ MP44 をかけるセナは、チームメイトのアラン・プロストにおよそ1秒半の大差をつけ、ポールポジションを獲得したぜ。すごいわね。
セナは後にこの予選について、本能のようなものでマシンを操っていて、その時、僕は別次元にいた。自分の理解をも超えた状態で、恐ろしくなったと振り返っているぞ。なんだか、凄すぎて、逆に怖いわね。セナは今で言う、ゾーンに入っていたんだぜ。決勝でも、切れた走りを見せ、プロスとを1分以上離して独走状態だったぞ。勝利を確信したセナが、ペースを落とすと事件が起こったぜ。何？何が起こったの？なんとトンネル手前のポルテーコーナーで隕石にタイヤをわずかに乗せてクラッシュしてしまうんだ。セナでもそんなミスするの？そうだぜ。自らのミスにショックを受け、ピットには戻らず、そのまま自宅のアパルトマンに帰ってしまうほどだぜ。だだっこだわ。1992年のレースはまさにモナコの名勝負といえばなんだぜ。ワクワクするわね。F1 最強マシン FW14B を武器に、ナイジェル・マンセルが開幕5連勝でモナコにやってきたぜ。無敵だわ。セナを1秒離して、ウィリアムズがフロントローを独占するぞ。本当に無敵ね。セナがスタート直後、渾身のブレーキングで2位に割って入るが、マンセルは1周1秒のペースで差を広げていくんだ。手がつけられないわね。セナはタイヤをいたわりチャンスをひたすら待つぜ。どうなるの？レース終盤、そのチャンスが訪れるんだ。リアタイヤに違和感があって、マンセルが緊急ピットインするぜ。チャンスだわ。セナは首位に立ち5秒のマージンを得るが、フレッシュタイヤに履き替えたマンセルがあっという間に、差を縮めるんだぜ。やばいわ。残り3周、マンセルはセナに追いつきているブーノーズのバトルが始まるんだぜ。ひえ、霊夢、また、リアクションがおかしいぞ。失礼。どうなるのかしら？マシンの戦闘力は明らかにマンセルの FW14B が上だ。しかも、マンセルはフレッシュタイヤを履いているぜ。セナは耐えに耐えたタイヤだわ。その通りだぜ。マンセルは3周にわたり、右に左にマシンを振り、どのコーナーでも抜く素振りを見せるんだぜ。セナは生きた心地がしないわ。どんなにしても抜けないんだぜ。ここはモナコ、モンテカルロ、絶対に抜けないんだぜ。あら、またマリサに変なスイッチが入ったみたいね。で、結局どうなったのよ。セナは3周の間マンセルを抑え切り、見事、優勝したんだぜ。セナは、やはりすごいわ。そうだぜ。F1 グランプリを華やかに彩る、市街地コースを紹介したぜ。モナコのイメージしかなかったから、近代的な都市型市街地コースは意外だったわ。華やかさや市街地コースの特色を活かしつつ、安全性にも注意が向けられているんだぜ。個性豊かな世界各地の風景の中、安全に市街地コースで開催できたらいいのにね。続いてはこの動画だぜ。なあ霊夢、夏の F1 でおなじみのハンガリーグランプリは、興味深いエピソードがたくさんあるって知ってるか？そうだったのね。どんな話があるのかしら？感動に大喧嘩、引き劇といろいろな物語があるんだぜ。めちゃ気になるわ。じゃあ今回は、F1 ドライバーの分水嶺、ハンガリーグランプリを紹介するぜ。番狂わせの舞台、まずはハンガリーグランプリを開催してるサーキットを紹介するぜ。詳しく知れば、よりレースを楽しめるものね。その通りだ。まずハンガリーグランプリの開催地は、首都ブダペスト郊外にあるハンガロリンクだ。日本からはトルコのイスタンブールやカタールのドーハ経由で、15時間程度で到着するぜ。近くはないわね。詳しくは航空会社に問い合わせてくれ。間違いないわ。ハンガリーでの F1 開催が計画されたのは、1980年代に入ってからなんだ。最初はモナコグランプリのような市街地サーキットを予定してたんだが却下され、専用のサーキットとしてハンガロリンクが建設されるんだ。市街地コースも面白そうだわね。着工は1985年10月1日で、86年8月には最初の F1 が開催されるんだ。1年かからずにコースが完成したのね。超速の工期だわ。当初のコースレイアウトは、全長4キロの中に、20以上のコーナーが点在する低速コースだったんだ。予選トップ車両の平均速度は時速161キロで、市街地で開催されるモナコやデトロイトに次ぐ、3番目に遅いサーキットだったんだな。一般車でも出そうな速度でレースをしてたのね。だが、2時間以内でレースを終わらせるという、2時間ルールに抵触したため、1989年に改修されるんだ。低速の試験コーナーを廃止して平均時速を上げると、2003年にもホームストレートの延長をするなど、度重なる改修を実施し、2009年の F1 では、平均速度が200キロ程度にまで高速化されるんだ。だいぶスピードは上がったわね。だがそれでも F1 開催地の中では低速サーキットで、追い抜きが難しいコースの一つなんだ。壁のないモナコと称されることも多いんだ。順位の変動が少ないのね。見どころがないのかしら？そんなことはないんだぜ。追い抜きが難しくスタート順位が重要で、予選から熱い戦いが繰り広げられるんだ。白熱のタイムバトルが見られるのね。決勝でもいつもと違う楽しみ方ができるんだ。どういうことかしら？コース上の追い抜きが難しい分、各チームの戦略が物を言うんだ。
しかも真夏のレースでマシンに負担がかかりやすく、上位陣のトラブルで意外な展開になることも多いんだ。番狂わせが起きやすいのね。そしてそんなハンガリーグランプリでは、数多くのエピソードが我々 F1 ファンを楽しませてくれてるんだ。史上初の快挙。最初に紹介するエピソードは、ハンガリーグランプリで未来を切り開いた、チャンピオンドライバーの話だぜ。チャンピオンということは一流ドライバーね。誰のことかしら？そのドライバーは、デイモン・ヒルだ。ヒルは1996年の F1 王者で、歴代15位の通算22勝を挙げてるトップドライバーなんだぜ。成績は文句なしだわね。そのヒルが運命を変えるきっかけとなった地が、ハンガリーグランプリなんだ。そうだったのね。詳しく聞きたいわ。任せてくれ。実は世界の頂点に立ったヒルの F1 人生は、決して順調というわけではなかったんだ。ヒルがこの世に生まれたのは1960年で、F1 王座を2度獲得してるグラハムヒルと、母ベティの間に長男として誕生するんだ。お父さんも名ドライバーだったのね。当然少年時代のヒルは、裕福な生活を送るんだ。しかし、1975年に飛行機事故で父グラハムを亡くしてから生活が一変するんだ。飛行機を運転してたグラハムの無免許状態が発覚し、同乗者への保証金支払いで一家の生活が苦しくなるんだ。天国から地獄だわね。そんな中でも、ヒルはモータースポーツに挑戦するんだ。最初はアルバイトをしながらバイクレースに参加、23歳からは四輪レースに転向するんだ。偉大なお父さんの背中を追うことになるのね。成績はどうだったのかしら？決して目立つ結果を残したわけではなかったんだ。1988年からは国際 F3000 までステップアップするものの、シリーズランキングは最高で7位。まさか数年後に F1 チャンピオンになるとは思えない実績だったんだ。F1 に乗れるかも怪しい成績ね。だが91年、ヒルはウィリアムズのテストドライバーに就任するんだ。当時のウィリアムズはタイトルを争うトップチームで、ヒルはそのウィリアムズのマシン開発を担うことになるんだ。経験を積める貴重な機会だわ。そうだぜ。92年にはウィリアムズのテストドライバーを続けつつ、父グラハムも所属したブラバムから F1 デビューを果たすんだ。F1 の舞台に立ったのね。そして93年、ついに名門ウィリアムズのレギュラードライバーに就任するんだ。優勝も狙えるトップチームだわ。ヒルの力が認められたのかしら？ウィリアムズが優勝を期待されるチームなのは、間違いないんだ。だが、ヒル自体の期待が高かったわけではないんだ。どういうことかしら？ヒルは下積み時代が長かったこともあり、ウィリアムズで戦う93年の時点で33歳と決して若いわけではなかったんだ。その上、下部カテゴリーでも地味な成績で、期待される存在ではなかったんだな。やっと掴んだチャンスなのに悲しいわ。だがヒルは、結果でその評価を見返すんだ。どういうことなの？93年のチームメイトは、通算4度のチャンピオンに輝くアラン・プロストで、序盤は経験不足のせいで遅れを取るんだ。しかし、シーズンが進むにつれて実力を発揮、第8戦フランスグランプリで初 PP を獲得するんだ。速さでプロストに勝ったのね。翌戦の母国イギリスグランプリでは、マシントラブルでリタイアするまで首位を快走するんだ。いい感じじゃないの？さらに第10戦ドイツグランプリでも、終盤までトップを守るんだ。だが残り3周でタイヤがパンク、リタイアに終わるんだ。優勝に着実に近づいてるけど、なかなかたどり着かないわ。ヒルはドイツグランプリまでの10戦で5度の表彰台を獲得し、F1 のトップクラスの戦いができることを証明するんだ。そんな中迎えたのが、第11戦として開催されたハンガリーグランプリなんだ。今回テーマのサーキットだわ。高まってる期待に応えてくれるのかしら？もちろんだ。ヒルは霊夢が満足する結果を出してくれるんだぜ。そうだったのね。ハンガリーグランプリは、予選からウィリアムズが上位を独占するんだ。PP は1分16秒6を出したプロストが獲得、ヒルも 0.2 秒差の2位を確保するんだ。ヒルもプロストも好調ね。3位はミハエル・シューマッハ、最大のライバルと見られた、アイルトン・セナは4位でウィリアムズ勢の隙を伺うんだ。手強いドライバーが待ち受けてるわ。そうだぜ。そして日曜日の決勝は、スタート前から波乱が起きるんだ。何が起きたのかしら？午後2時に始まったフォーメーションラップで、予選1位のプロストが動くことができずに、最後尾スタートになってしまうんだ。PP が台無しね。ヒルは大丈夫なのかしら？安心してくれ。プロストの脱落で実質 PP となったヒルは、抜群のスタートで1位を守るんだ。よかったわ。ヒルはその後も好調を維持するんだ。周回を重ねるごとに後続を引き離し、5周目には2位のセナに 3.6 秒の差をつけるんだ。セナよりペースが良かったのね。レースはその後、多くのドライバーにトラブルが襲うんだ。何が起こったの？6位を走行してたマクラーレンのマイケル・アンドレッテが、15周目にマシントラブルでストップすると、チームメイトのセナも17周目、同じトラブルでリタイアになるんだ。
セナでもマシントラブルはどうしようもないのね。26周目、シューマッハにもマシントラブルが発生し、リタイア、プロストもリアウィングのトラブルで7周遅れになるなど、真夏のグランプリにふさわしいサバイバルレースになるんだ。ライバルが脱落していくのね。そんな中でも、ヒルは安定した速さを見せるんだ。2度目のタイヤ交換を行った47周目時点、2位に55秒差をつけるなど、今までの不運が嘘のような快走でレースを支配するんだ。まさしく独走ね。そして真夏の77周という過酷なハンガリーグランプリを、2位に1分11秒差、4位以下を周回遅れにするという圧巻のレースで制圧、念願の初優勝を達成するんだ。やっと勝てたのね。苦労が実を結んだんだわ。この勝利は F1 史上初の親子優勝で、父グラハムに並び息子デイモンの名も、F1 の歴史に刻まれることになるんだ。素晴らしいようだわ。ヒルはその後も順調に実績を上げるんだ。93年は、初優勝のハンガリーグランプリを含め3勝を挙げてランキング3位。94年と95年はシューマッハにタイトルを奪われるものの、ランキング2位を獲得するんだ。徐々に成績を上げてるわ。そうだぜ。そして96年、シーズン序盤から優勝を重ねたヒルはタイトル争いをリードするんだ。途中、チームメイトのジャック・ビルヌーブに追い上げられるも、安定した走りで逃げ切り、最終的にシーズン8勝を記録して、念願のワールドチャンピオンに輝くんだ。ついに頂点に立ったのね。このタイトルは優勝と同じく史上初の親子チャンピオンで、ヒル家の名前が再び輝くことになるんだ。お父さんも天国で喜んでるわ。だがハンガリーの優勝で勝てることを証明し、王座にまで輝いたヒルに対する評価は、決して高くはなかったんだ。世界チャンピオンなのよね？なんでなのかしら？ヒルが所属していたウィリアムズが、毎年のように最速マシンを作り出していて、ヒルはそのマシンのおかげで勝ってると思われてたんだ。マシンが主役になってしまったのね。ヒルがかわいそうだわ。驚くことにウィリアムズは、チャンピオンになった96年限りでヒルを放出するんだぜ。世界チャンピオンとは思えない仕打ちだわ。クビになったチャンピオンという、普通ではありえない肩書きを背負うことになったヒルは、97年弱小チームのアローズに移籍するんだ。完全に都落ちだわ。だがヒルは、この苦しい状況の中で自らの実力を証明するんだ。そしてその舞台となるのは、史上初の親子優勝の偉業を成し遂げた思い出の地、ハンガリーグランプリなんだ。そうだったのね。どうやって証明したのかしら？シーズン序盤は戦闘力の低いマシンに苦戦したこの年のヒルは、持ち前の開発力を発揮して、徐々にマシンの能力を上げていったんだ。ウィリアムズのテストドライバー時代の経験が生きたのね。第9戦イギリスグランプリは6位で、シーズン初のポイントを獲得するんだ。弱小チームにしては上出来だわ。言い方がすごいな。そして第11戦ハンガリーグランプリ、ヒルは予選3位を獲得するんだ。トップチームに引けを取らない順位だわ。さらに決勝では、上位陣唯一のブリヂストンタイヤの性能を活かし、高ペースを維持、PP のシューマッハを11周目にかわして首位に立つんだ。まさかの1位だわね。ヒルはそのまま独走、2位に35秒の大差をつけるんだ。チームはアローズよね。トップチームのような走りだわ。しかし、レース終盤、マシントラブルがヒルを襲うんだ。油圧系の不調でスロットルが戻らなくなり、ギアボックスも3速に固まってしまうんだ。リタイアしてもおかしくないトラブルだわ。ファイナルラップでは非常にも、前年のチームメイト、ビルヌーブに抜かれ、優勝を逃すんだ。あと少しだったのね。しかし、惜しくも2位となったヒルのハンガリーグランプリは、今まで評価されなかったその能力を証明する、ターニングポイントになるんだ。やっとヒルの力が認められたのね。その後ヒルは、アローズからジョーダングランプリに移籍、トップチームに戻ることはなく1999年に引退するんだ。だがハンガリーグランプリで証明したその能力は、史上初の親子2代王者という、輝かしい肩書きとともに、F1 ファンの記憶に強く刻まれることになるんだ。内部分裂の末路。次に紹介するのは、ハンガリーグランプリを舞台に起きた、一流ドライバー同士の大喧嘩だ。なんだか治安が悪そうな話だわ。他人の揉め事が大好きな霊夢にぴったりな話だ。失礼な言い方をするわね。間違ってたらこのエピソードはやめるぜ。話の続きをお願いするわ。やっぱり聞きたいんだな。承知したぜ。騒動の舞台になったのは、2007年のハンガリーグランプリなんだ。この年はシーズン序盤から、マクラーレンとフェラーリの名門にチームで激しくタイトルを争ってたんだ。誰もが知ってるトップチームだわ。ドライバーは、前年までにルノーで2度の王者に輝いてる、フェルナンド・アロンソがマクラーレンに加入。チームメイトはこの年デビューした、ルイス・ハミルトンだったんだ。マクラーレンは現役王者と新人のペアだったのね。フェラーリは優勝経験のあるトップドライバーの2人、キミ・ライコネンとフェリペ・マッサで戦うんだ。タイトル争いにふさわしい役者だわ。
この2チームはシーズン序盤から激しく争うんだ。毎戦のように優勝を争い、ランキングも僅差の戦いが続くんだ。見どころの多い面白そうなシーズンだわ。だが中盤に入るにつれて、マクラーレンの二人が優位に立つんだ。タイトル請負人として加入したアロンソが、マレーシアグランプリやモナコグランプリで優勝し勢いをつけると、新人ハミルトンもアロンソの経験に助けられ、安定した成績を残すんだ。二人の力がうまく噛み合ったのね。第5戦モナコグランプリ終了時のポイントランキングでは、アロンソとハミルトンが同率首位に輝くんだ。ルーキーのハミルトンがアロンソに並んだのね。すごいわ。だがこのハミルトンの驚異的な活躍が、ハンガリーで起こる大事件につながるんだ。どういうことかしら？シーズン当初、マクラーレンの二人はいい関係を築けてたんだ。アロンソの豊富な経験がマシンのセッティングに活かされ、そのデータがハミルトンのマシンにも反映されるんだ。ハミルトンの経験不足をアロンソが補ってたのね。しかし、ハミルトンがアロンソに迫る場面が多くなるんだ。モナコグランプリでは、優勝したアロンソを優先した作戦をチームが取ったと考えたハミルトンが不満を口にするなど、次第に不穏な空気がチーム内に漂うんだ。驚異の新人が牙を剥き始めたのね。ハミルトンは第6戦カナダグランプリで初優勝、第7戦アメリカグランプリで2連勝を達成すると、シリーズランキング首位を独走するんだ。ルーキーが王者を圧倒してるわ。さらにハミルトンの活躍は、チーム内のパワーバランスも変えるんだ。マクラーレン総帥のロンデニスは、秘蔵っ子のハミルトンに肩入れするようになり、チーム内でアロンソが孤立するようになるんだ。王者が追い詰められてるのね。アロンソも第9戦イギリスグランプリから、セッティングデータの共有を拒否するんだ。アロンソも意地になってるわ。そうだぜ。マクラーレンは次第にチーム内で分裂するんだ。そんな火種を抱えた中、迎えた第11戦ハンガリーグランプリ。二人の関係の破綻が決定的になる事件が勃発するんだ。ついにその時が来たのね。事件となったのは土曜日の予選なんだ。先行してコースインした方が有利と見られてた予選では、マクラーレンチーム内の取り決めで、レースごとにコースインの順番が決まってたんだ。そうだったのね。そしてハンガリーグランプリでは、事前にアロンソが先にコースインすることが決まってたんだ。チームの秩序を保つためのルールということね。だが、ハミルトンがその取り決めを無視するんだ。先にコースに出てしまい、結果的にアロンソのタイムアタックを妨害することになるんだ。ハミルトンの暴走だわね。だが、アロンソも黙ってなかったんだ。何をしたのかしら？予選時間が経過し、最後のタイムアタックに向けて、各車がタイヤ交換のためのピットインをするんだ。新しいタイヤで最後の勝負をするのね。当然、マクラーレンも準備を整え、アロンソとハミルトンをピットに呼び戻すんだ。トラブルなく作業したいわ。先に入ってきたのはアロンソで、マクラーレンはトップチームらしい素早いタイヤ交換を見せるんだ。さすがチャンピオンを争うチームだわね。しかし、作業を終えたアロンソが、なかなかピットアウトしなかったんだ。え？すぐ後ろでハミルトンがタイヤ交換を待つ中で、予選時間ギリギリまでピットで停車するんだ。早くしないとタイムアップしてしまうわ。結局アロンソは、残り時間1分40秒を切ってからコースインするんだ。ハミルトンはすぐにタイヤ交換してコースに出るんだが、時間が足りず最後のタイムアタックができなかったんだ。アロンソの意地の報復だわ。最後のタイムアタックでタイムを縮めたアロンソは、それまで首位だったハミルトンを逆転、予選1位を獲得するんだ。結果でも意地を見せるのね。だが、ピットでの騒動にデニスが激怒するんだ。険しい顔でスタッフに問い詰める姿がテレビに映され、会見でもチームに緊張関係があることを認めるんだ。隠すことができないほど悪化してたのね。この騒動では、ハミルトンを妨害したアロンソにだけ、決勝スタート1号グリッド降格のペナルティが課されるんだ。なんだかアロンソがかわいそうだわ。決勝ではアロンソに代わって、ハミルトンが PP からスタートするんだ。ハミルトンはスタートから首位を快走、シーズン3勝目を挙げてシリーズランキングも1位を堅持するんだ。アロンソはどうだったのかしら？ペナルティで6番手スタートのアロンソは、レースでも苦戦するんだ。順位を上げることに手こずり、最終的に表彰台も逃す4位に終わるんだ。明暗分かれる結果になったのね。そしてこのハンガリーグランプリで起きた前代未聞の騒動は、2007年シーズンの結果も変えることになるんだ。どういうことかしら？もし、このレースで予選の騒動がなく、アロンソが1位か2位に入ってた場合、シリーズポイントは3から5ポイント多く獲得してたんだ。たらればだけど、そういうことになるのね。この年のシリーズチャンピオンは、110ポイントを獲得した、フェラーリのライコネンで、アロンソとハミルトンは共に109ポイントでチャンピオンを逃すんだ。たった1ポイント差で頂点を逃したのね。そうなんだ。ハンガリーグランプリの騒動がなかったら、アロンソがポイントを上回ってることになるんだ。タイトルを逃した一因になってしまったのね。結局、アロンソはこの年限りでマクラーレンを離脱することになるんだ。
そして2007年のハンガリーグランプリは、名門マクラーレンの分裂騒動を象徴する大会として、F1 史に記されることになるんだ。奇妙すぎる再スタート。3番目に紹介するのは、2021年ハンガリーグランプリのエピソードだ。このエピソードで生まれたのは、様々な条件が重なったことで起きた、世にも珍しい光景なんだぜ。何が起きたのかしら？この年の F1 は、最強王者メルセデスのハミルトンと、初栄冠を狙うレッドブルのマックス・フェルスタッペンが、激しいタイトル争いを繰り広げてたんだ。シーズン序盤から2人が勝利を分け合い、第10戦イギリスグランプリまで10レース中9レースで、2人のどちらかが優勝を飾ってたんだ。異次元の戦いをしていたのね。そんな中で迎えた、第11戦ハンガリーグランプリは、メルセデス優位で予選は進むんだ。ハミルトンが後続に 0.3 秒差以上をつけて PP を獲得、2位はチームメイトのバルテリ・ボッタスがつけるんだ。フロントローはメルセデスの独占ね。ライバルレッドブルはフェルスタッペン3位、セルジオ・ペレスが4位で一歩で遅れるんだ。まだまだ挽回できる差だわ。そして迎えた決勝は、スタート直前に雨が降ったことから前車浅溝のインターミディエイトタイヤを履いてスタートするんだ。難しいコンディションだわ。スタートが心配だわね。霊夢の心配は当たるんだぜ。PP のハミルトンは好スタートを決めて首位を守るんだが、2位のボッタスは失敗して大きく出遅れるんだ。入れ替わるようにマクラーレンのランドノリスが上位に上がり、ハミルトンのすぐ後ろでレッドブルと順位を競うんだ。ノリスは好スタートだったのね。だが、出遅れたボッタスが、ある意味大きな仕事を成し遂げるんだ。何をしたのかしら？スタート直後の1コーナー手前でボッタスが、先行するノリスに追突するんだ。もつれ合った2台は外側にいたレッドブルの2台も、巻き込みながらコースアウトするんだ。巻き込まれた3台は大きく後退し、厳しい戦いを強いられるんだ。ボッタスは強力なライバルを駆逐したのね。さらに、後方でも複数台が絡む事故が起きるんだ。大惨事だわ。コースにはセーフティカーが出動し、さらに2周後には赤旗中断になるんだな。安全のためなら仕方ないわ。だが、この赤旗中断が、世にも珍しい光景を生み出す一因になるんだ。どういうことかしら？レースが中断してる間に雨が上がるんだ。天候は回復し、路面も徐々に乾いていくんだ。コンディションが変わる難しい展開だわ。事故処理が終わりレースが再開される時点で、まだ路面は濡れてたものの、ドライコンディションになるのは、時間の問題と見られてたんだ。タイヤ交換の判断が重要ね。そうだぜ。そしてリタイアしたマシンを除く、15台がセーフティーカー先導でコースイン。最初のスタートと同じように、ホームストレートのスタートグリッドまで、タイヤを温めながらコースを一周するんだ。緊張の瞬間をもう一度味わえるのね。だが、ホームストレートに戻ってスタートを切ったのは、ハミルトンの1台だけだったんだ。なんでそうなるのかしら？実は再スタートのためにコースを一周する間に、路面コンディションの回復を確認した多くのチームが、ドライタイヤへの交換を決断したんだ。そんなことが起きたのね。そしてハミルトン以外の14台すべてが、グリッドではなくピットに向かうことになり、1台だけのスタンディングスタートという、世にも奇妙な光景が全世界に中継されるんだ。写真だけだとまさかレース中とは思えない風景だわ。もしハミルトンまでタイヤ交換を決断してたら、1台もマシンがないスタートになってたかもしれないな。誰もいないスタート風景も、一度見てみたいわね。結局、後からタイヤ交換したハミルトンは大きく後退し、優勝を逃すんだ。そして天候に振り回された2021年のハンガリーグランプリは、多くのファンにとって初めての光景だった、1台だけのスタンディングスタートのグランプリとして、忘れられない大会になるんだ。悲劇が生んだ産物。次に紹介するのは、2009年のハンガリーグランプリで起きた恐ろしい事故だ。この事故は、現在使われてる安全対策導入のきっかけの一つになるんだ。そんなに大きなアクシデントだったのね。詳しく聞きたいわ。任せてくれ。事故に遭ったのは、フェラーリに所属してたマッサなんだ。マッサは優勝経験もあるトップドライバーで、前年の2008年は最終戦までタイトル争いを繰り広げてるんだ。正真正銘の一流ドライバーね。だが2009年は、レギュレーションが大きく変わったこともあり苦戦するんだ。フェラーリは、新規定に合わせたマシン開発に失敗し、ポイント獲得すらままならないレースが続くんだ。入賞もできないなんて大不振だわ。しかしシーズンが進むごとに調子を取り戻すんだ。第5戦スペイングランプリでシーズン初ポイントを獲得すると、そこから5戦連続で入賞するんだ。第9戦ドイツグランプリでは表彰台に立ち、シーズン後半に向けてさらなる復調が期待されたんだ。本来はタイトルを狙えるドライバーだものね。次は優勝だわ。そんな状況で迎えたのが、第10戦ハンガリーグランプリなんだ。調子が良くなってきたのに事故に遭うのね。アクシデントが起きたのは、土曜日の予選なんだ。
各チームが上位進出を目指し、タイムアタックを繰り返す中、突如マッサがタイヤバリアに突っ込む映像がテレビ画面に映るんだ。マッサは動く様子がなく、アクセルが踏みっぱなしなのか、エンジンが吹き上がる音が中継を通して世界中に響き渡るんだ。マシンがタイヤバリアに埋まってるわ。マッサが心配ね。予選は中断、気絶してたマッサは救出され病院に搬送されるんだ。原因は何だったのかしら？実は前方を走ってた、ブラウングランプリのルーベンス・バリチェロのマシンから、約 800g の部品が落下してたんだ。それは危険すぎるわ。その通りなんだ。たまたまそこを 250km の速度で通りかかった、マッサのマシンの左フロントタイヤに部品が当たり跳ね上げられたんだな。なんだか嫌な予感がするわね。宙に浮いた部品はちょうどドライバーのヘルメットの高さで、マッサの頭部に直撃するんだ。最悪だわ。衝撃は強烈で、走行しながら気絶したマッサは、そのままコースアウトしてたんだ。信じられないわ。たまたまが重なりすぎた危険すぎる事故だったのね。マッサのダメージは甚大で、搬送先の病院で緊急手術が行われるんだ。命だけでも助かってほしいわ。手術は成功するんだ。よかったわ。だが脳震盪や頭蓋骨の損傷を負っており、その後の2009年シーズンを欠場することになるんだ。調子を取り戻し始めたところだったのに残念すぎるわ。この事故をきっかけに、ドライバーの頭部を保護する方法が検討されるようになるんだ。それによってできたのが、2018年から採用されたヘイローで、現在の高い安全性につながることになるんだ。教訓は生かされたのね。その後マッサは順調に回復し、2010年から F1 に復帰するんだ。すごいんだわ。だがその後の現役生活でタイトルを獲得することはできず、復帰後の優勝もできないまま、2017年に引退することになるんだ。どうしても、事故の影響を考えてしまうわね。結果的にハンガリーグランプリで起きたこの事故は、マッサのキャリアに大きな影響を与えるんだ。だが、その教訓は現代の F1 マシンに反映され、多くのドライバーの命を守ることになるんだ。伝説の消火器事件。次に紹介するのは、ハンガリーグランプリで起きた伝説の事故エピソードなんだ。レースでアクシデントはつきものだわ。何がまさかなのかしら？霊夢の言うことはわかるぜ。だがこの事故は、F1 が公式に認めた異例のアクシデントなんだ。よっぽどすごいクラッシュなのかしら？気になるわね。このエピソードの主役は、日本人ドライバー井上貴彦なんだ。どんなドライバーなのかしら？井上は1985年にレースデビュー、全日本 F3 選手権や国際 F3000 で経験を積んで F1 を目指したドライバーなんだ。そうだったのね。多くの日本人ドライバーが受ける、自動車メーカーの支援は井上にはなく、自力でスポンサーを集めて活動してた、異色のドライバーでもあったんだ。スポンサー営業をしながらレースを戦ってたのね。成績はどうだったのかしら？決して目立つ実績はなかったんだ。F3 や F3000 で表彰台に上ることはなく、F1 に昇格できるとは思えない成績だったんだ。表彰台がないということは、優勝もないということね。そういうことだ。だが1994年の日本グランプリで F1 デビューのチャンスをつかむんだ。なんでなの？この年、国際 F3000 にフル参戦した井上は、F1 参戦に必要なスーパーライセンスの条件を満たしてたんだ。そんな井上に、新興チームシムテックから、日本グランプリでのスポット参戦のオファーが届き、見事 F1 デビューを果たすんだ。自力で F1 までたどり着いたのね。素晴らしいわ。結果はどうだったのかしら？予選はトップから8秒遅れの26位、豪雨の中の決勝は、3周目のホームストレートでスピンしてリタイアだ。F1 で8秒差は聞いたことないくらいの大差だわ。そして井上は、翌1995年に F1 フル参戦のチャンスをつかむんだ。チームは中堅チームのアローズで、4人目の日本人フル参戦ドライバーとして注目を集めるんだ。やっぱり自動車メーカーの支援はなかったのかしら？その通りだ。井上は自力でスポンサーを集めて F1 参戦を実現したんだ。営業力が素晴らしいわね。レースでも頑張ってほしいわ。そうして夢の F1 の舞台にたどり着いた井上は、この年のハンガリーグランプリで伝説のエピソードを作り出すんだ。夢の舞台で伝説を作ったのね。詳しく聞きたいわ。任せてくれ。この年の第10戦として開催されたハンガリーグランプリで、井上は全24台中18番手で決勝スタートを迎えるんだ。悪くないスタート位置だわね。スタートしてからも井上は、下位グループの中で見事な戦いを見せるんだ。少しでも順位を上げてほしいわ。だが77周レースの13周目、井上のマシンから白煙が上がるんだ。どうしてなの？原因はエンジントラブルで、走行不能になった井上はコースサイドにマシンを止めるんだ。マシントラブルは仕方ないわね。ドライバーのせいじゃないわ。井上はすぐにマシンから降りるんだ。しかし、エンジンの煙は炎に変わり、すぐに消火しないとマシンが燃えてしまう可能性があったんだ。危ないわね。
消火するコースマーシャルはどこかしら？炎を見た井上は、自力で消火することを決意するんだ。そうだったのね。近くにあった消火器を取りに行き、急いでマシンに戻るんだ。素晴らしい行動力だわ。だが井上がマシンに近づいた瞬間、後方から来たレスキューカーにはねられてしまうんだ。レースアクシデントじゃなく交通事故の写真ね。井上の体が宙に浮いてるわ。足を痛めた井上はその場で倒れ込み、一部始終が全世界に中継されるんだ。視聴者もびっくりのアクシデントだわ。井上は5レース前のモナコグランプリでも、マシンがマーシャルカーに追突されて横転するという、前代未聞の事故に遭ってるんだ。そのことから多くの F1 ファンに、成績ではなく、珍しすぎるアクシデントの被害者として覚えられてるんだ。普通だとお祓いに行きたくなる災難だわ。そしてこのアクシデントは、2015年のハンガリーグランプリ30周年を記念した F1 公式サイトの企画、印象深い出来事ベスト30で、見事4位に選ばれるんだ。世界一有名な人身事故かもしれないわね。井上にとってこのレースは、最初で最後のハンガリーグランプリになるんだ。だが、世界に中継された前代未聞の事故の被害者として、ハンガリーグランプリの F1 史に色濃く刻まれることになるんだ。スター誕生の地、1986年から開催されてるハンガロリンクでの F1 で、実は最強とも言える強さを発揮してるドライバーがいるんだ。最強だなんて大げさに言うわね。誰のことかしら？それはハミルトンなんだ。ハミルトンはデビューシーズンの2007年、ハンガリーグランプリの初優勝をマーク。以後2022年までの16シーズンで通算8回の優勝を飾ってるんだ。勝率5割超えはすごいわ。ハンガリーマイスターだわね。そしてもう一つ、ハンガリーグランプリの予想を楽しむ上で大事なデータがあるんだ。気になる言い方だわね。教えてほしいわ。実はハンガロリンクで行われるこのレースが、1987年以降の F1 で、最も初優勝を生み出してるグランプリなんだ。そうだったのね。誰がいるのかしら？一人目は1993年のヒルだ。親子2大ウィナーを達成したあのレースね。二人目は2003年のアロンソで、その後のチャンピオン獲得につながる偉大な一歩を踏み出すんだ。最強伝説が始まったのもハンガリーだったのね。2006年にはジェンソン・バトンも初優勝を挙げてるんだ。所属してたホンダもチームとして39年ぶりの勝利で、いろいろな意味で記念のレースになるんだ。日本人ファンにとっても嬉しいレースだわ。その後も2008年の平気小払い年、2021年にはエステバン・オコンと、計5人の F1 ウィナーを生み出してるんだ。白熱の予選に、各チームの高度な戦略、ハンガリーマイスターと初優勝を生み出す番狂わせと、見どころが多すぎるわ。次の初優勝が誰になるかを気にするだけでも、よりレースが楽しめること間違いないんだぜ。真夏のハンガリーグランプリが見逃せないのはよくわかったわ。1986年から続くハンガリーグランプリには、興味深いエピソードがたくさんあったのね。サーキットやグランプリのエピソードも F1 の魅力の一つなんだぜ。知ってるとレースをより楽しめるわ。今後も F1 ファンが楽しめる面白いレースで F1 を盛り上げてほしいよな。他にも F1 サーキットやグランプリで面白いエピソードがあれば、コメント欄で私たちに教えてほしいんだぜ。よろしくお願いするわ。それでは、本日も最後までご視聴、ありがとうございました。